収録みたいな。うん。初めてが入れてもらう。はい、皆さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです。今日はですね、こちらイノシシの油を使って石鹸を作っていきたいと思います。石鹸作りを始める前に大事なことがいくつかありますので、お伝えしていきます。石鹸作りに使うこの化成ソーダなんですけれども、劇物に指定されてまして、タンパク質を溶かす性質があるため、肌についたり目の中に入ったりすると大変危険です。ですので、もし作業する場合はしっかりゴム手袋、こういったゴーグルなど、あとエプロンなどをつけてやってください。ご自身でやっぱり作ってしまうと、化成ソーダこちらがなんかうまく溶けてなかったりして肌が荒れてしまったりする危険があるそうです。ですので、やってみたい方は自己責任でやってください。あともう一つ法律の関係なんですけれども、肌に触れる石鹸ですので、こういったご自身で作った石鹸っていうのは許可なく不特定多数の人に売ったりとか配ったりすると薬事法に触れる危険があるそうです。ですので、自分で作った石鹸は自己責任のもと自分で使ってください。この辺のことは興味がある人はご自身で調べてからやると思いますが、安全に作っていきたいと思います。それではどうぞ。揃えた道具などの説明をしていきます。まずは先ほど説明したこちら化成ソーダです。薬局などで購入することができますが、印鑑や名前を書いたりするちょっと取り扱い注意な感じでした。化成ソーダを 66g、 あとは精製水ですね、精製水を 175g、 イノシシの油 500g、 あとはこの石鹸を作るための型、あとイノシシの油を溶かすための小鍋、油の中に含まれている不純物を取り除くために購入してきたなんかこすやつ、あとは石鹸に入れるものなんですけれども、いろいろ調べたところ、レモンの皮を入れたり、アロマオイルを垂らしてたりしたんですけど、ちょっとレモンの皮がなかったから殺菌作用がありそうな緑茶の粉を入れるのと、あとはペパーミントのアロマのオイルを垂らしたのと、あと、ノーマルで何も入れないので比べてみようと思います。ではまずはイノシシの油を溶かしていきたいと思います。単純に小鍋にイノシシの油を入れて火にかける。これで 500g あります。剥いだままなのでまだ毛とかがついています。溶かした後にこしていきます。美味しそうな匂いがしてきたよ。この油はね、温めるとね、匂いがなくなるらしい。そんなこともなくなるんていうのが美味しい。ちょっと肉が入ってるからね。それではイノシシの油を溶かしている間に化成ソーダ水を作っていきます。注意点なんですけど、水に、精製水に化成ソーダを入れていくんですけど、突沸って言ってなんかすごい急に温度が上がるんですって。なので水に化成ソーダを少しずつ入れて混ぜていく。これは耐熱容器になります。300度ぐらいまで OK の器を使います。なんかいろいろ調べると耐熱プラスチックとかいろいろ出てきましたね。少しずつ混ぜていきますが、混ぜた時になんかこう刺激臭とかもするらしいので、やったことがないから安全にね、ご安全にやっていきます。化成ソーダ入れていきます。
つけてるの？いや、つけてない気がする。お花急にボンとか言って跳ねたらどうしよう。その東亜さんの緑の手袋はかっこいいのか。そう、トバロン東亜だからトバなのかな。おお、わかんない。ちょうどいいサイズだね。 S サイズの手袋があるところがあんまないから嬉しい。入りすぎて外でやってるので刺激臭とかは私はわからないです。ヨシスのいい匂いしかしないね。しないね。焼肉屋の匂いはする。ちょっとこの辺ちょんちょんと。あ、あったかい。牛肉うまそう。イノシシの油を溶かしたらお互い45度から40度ぐらいまでの温度に下げて、そしてお互いを混ぜて20分くらい混ぜ続けます。なので温度を測りましょう。56度ぐらい。思ったより低い。思ったより低いね。ちょっとねビビってたから。焼肉屋さんの匂いから天ぷら屋さんの匂いに変わったね。ちょっと温度を急いで下げます。またこれ湯煎して温度を上げなきゃいけなくなるやつかな。一応それつけておこうかな、ストーブ。なんかこの油独特の色とか匂いが気になる人は直火で油を溶かすんじゃなくて湯煎で溶かすといいらしいです。ただ湯煎で溶かすのはすごく時間がかかるそうです。はい、それではどっちも40度ぐらいになったのでお互いを混ぜていこうと思います。少しずつ。20分間ずっと混ぜるのって。はい、休まず。はい、蜂蜜みたいだね。うん、蜂蜜とか入れても良さそうだったね。蜂成分が、うん、なかなかの油臭さ。今10分ほど経ちました。なんかなんて言うんだろう、蜂蜜のちょっとゆるいバージョンみたいな感じですかね。はい、20分経ちましたね。疲れました。なんかねシチューみたいな感じ、色も硬さも。じゃあケースの中に入れていきます。油臭さはほとんどなくなりました。不思議な感じ。なかなか20分まで続けるのは大変でしたね。うん、ちょうどいいですね。
アロマオイル。お、爽やかな匂い。だがしかし結構固まってきている。急げ急げ。スースーしそうだ。すごい爽やかな匂い。なんかもうお菓子作りしてるみたい。いや遅かったか。ちょっと結構固まってきてますね。うん、なんか色がすげえ茶色になってきましたね。なんでこんな色な。なんでこんな爽やかな緑なのか。もっと爽やかな緑になるかと思いましたね。まあね、はちみつなんかもやってみたかったです。あー疲れた。あーあー、なかなか疲れました。なんか一人だけ様子がおかしいのがいる。なんだろうか。汁が出てる。ちなみにこのね、オイルとね、粉末の緑茶はダイソーさんで、大好きなダイソーさんで買いました。この後は湿度のあまり変わらない場所に新聞紙などにくるんで24時間置いておきます。24時間経ったらこの型から取り出して乾燥させていく。約4週間から6週間、日の当たらない場所に、日当たりのいい、日の当たりの日の当たらない、風通しのいい場所に置いて約4週間から6週間置いて完成です。はい、それでは石鹸を置いてから、もう多分ね1ヶ月以上は経ちました。なんかお正月とか挟んで思いのほか経ちましたが、どうなったんでしょうか。見てみましょう。おおお、こんな感じになりました。しっかりと固まっています。それではペリペリを外していきたいと思います。一応全部出すね。この色がついてるのが抹茶です。なんかね、これ抹茶思ったんと違うって言ってたやつですが、どうなのかな。で、これがノーマル、これノーマルで、これがペパーミントの香り付けをしたやつですね。とりあえず匂い嗅いでみます。無臭。お茶くせ、お茶くせ、お茶。じゃあペリペリを取ると、それでは実際に私の手を洗って試してみようと思います。それでは手を洗っていきます。まずはこれノーマルタイプのやつで洗っていきます。あ、あんまり泡立たないけど、匂いは普通ですね。無臭。うん、泡立ちはそこまで良くないけども、ちゃんと洗えますね。
泡立て器とかあればあつるつる。あ、すごいつるつるかも。ノーマルタイプで洗ってみた結果、結構つるつるになります。泡立ちはそこまでだけども洗える。ちゃんとペパーミント、これは匂いを期待して洗っていきますね。うん、無臭だね。ペパーミント無臭だね。量が足りなかったかな。うん、無臭。うん、でもすべすべ。最後抹茶、これは殺菌効果を期待して抹茶を入れましたが、なんかちょっと見た目はひどい。泡立ちが一番いいかも。お茶の匂いが半端ない。すごいこのツヤツヤのスベスベになりました。じゃあ洗っていきますね。まあ落ちないよね、水だけじゃ。水をはじいちゃいますので、じゃあこの抹茶くんで。しっかり落ちました。ほんのり抹茶の匂いかな。はい、いかがでしょうか。今日ですね、イノシシの油で石鹸を作ってみました。ちゃんとね、できたのがすごいなと思いましたよね。もう先人の知恵じゃないけども、ちゃんと手洗えた。ですね、いろいろな動画を配信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、よろしければチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。